大分空港道路大分空港道路は、大分県早見郡肘町と大分空港を結ぶ、地域高規格道路である。国道10号に出バイパスと、国道213号、及び大分県道404号、糸原木月線のバイパスから構成される。一般的に、大分空港道路は先行開通区間である国道213号に出港点。 国道213号秋転換お及びその遠心部を指す。この区間は大分県道路公社が一般有料道路として管理していたが2010年12月1日に無料化されている。無料化に伴い大分県別府土木事務所に管轄が変わった。全線が自動車専用道路である。高速道路ナンバリングによる路線番号は日出バイパスとともに E97 が割り振られている。無料改善の通行料金は以下の通りであった。全線を走行する場合一部区間のみの場合、往復利用の場合、往路の際に料金収集員に往復と申し出ると通常料金よりも安く設定された往復料金で通行できる。収集員に往復と申し出た場合、通常よりも安い往復料金を支払い、往復券を受け取る。 袋の際に往復券を収集員に提示すると、利面の回数券が回収されて、残りが往復分の領収書となる。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。